日本のニュース 24H。 皆さんこんにちは。速報 MLB 野球2024年5月25日。毎日がショウヘイ・オタニ米ドジャースのロバーツ監督がラジオ番組で活躍称える。ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が24日日本時間25日 MLB ネットワークラジオの番組に出演し、大谷翔平投手29のここまでの活躍を独特の表現で称えた。大谷に関してはロサンゼルス市が5月17日を大谷翔平の日に制定したばかりだが、同監督は毎日が翔平大谷デーのようだよ。もう彼がこれ以上私を驚かせることはないだろうと思った途端に、彼はまた違う何かをやってのけてしまう。彼は間違いなく特別の才能を持った選手。自分が歴代最高の選手の一人を監督しているということを自分自身に自覚させなければと思うとコメント。ただし彼の謙虚さには感謝している。彼は選手として素晴らしい競技者だと思う。彼はいつでも試合に出ることを望んでいるし、だから盗塁もヒットもホームランもすごい数字を残すペースにある。そして我々のチームの戦力を大きく上げてくれていると話した。ドジャース投手陣が大乱調押し出しで同点グランドスラム被弾で一挙6失点ベシアがまさか。ロバーツ監督もベンチで無然。レッツ96ドジャース24日シンシナティ。ドジャース投手陣がさまかの大乱調だ。2点リードの5回に一挙6失点の悪夢。ロバーツ監督もベンチで無然とした表情を浮かべた。スミスの一発でリードを2点に広げて迎えた5回裏、先発のパクストンがフェアチャイルドにソロを浴びると西から死球で走者を許した。ここでロバーツ監督が動きラミレスへスイッチしたが、まさかの3連続四死球で押し出しとなり同点となった。ここで指揮官はベシアを投入したが、インディアに左翼へ満塁弾を被弾。まさかの展開に2番手のラミレスはベンチでがっくり。指揮官も厳しい表情を浮かべていた。大谷翔平選手は2回同点に追いつきなおも一進二三塁の第2打席で有五郎間に三塁走者を生還させ勝ち越しの打点を挙げていた。だが逆転された直後の第4打席では腰が引けたようなスイングで夕日に倒れた。第5打席も初球をミスショットしての夕日、5打数ノーヒットとなった。チームも9回に T ヘッ大谷翔平が勝ち越し点叩き出す2回に貴重な打点マーク。4打席連続の初球打ち。米大リーグレッズドジャース24日米オハイオ州シンシナティグレートアメリカンボールパーク。ドジャース大谷翔平投手29が24日日本時間25日敵地レッズ戦に2番指名打者でスタメン出場し、同点に追いついた直後の2回一進二三塁の2打席目は有五郎に倒れたが、三塁走者が生還して勝ち越しの打点を挙げた。レッズの先発はジー・アシュクラフト投手26。試合前の時点で今季3勝3敗防御率 4.25 の右腕で、18日同19日に本拠地ドジャースタジアムで対戦した際には3ゴロ2ゴロ左比の3打数無安打に抑え込まれた。初回無四一塁の1打席目では初球の 96.4 マイル約 155.1 キロ、カットボールに反応するも3ゴロ全力疾走で併殺を阻止するのが精一杯だった。0-3から追いついた直後の同点の2回一進二三塁で迎えた2打席目も初球に反応、有五郎だったが三塁走者が生還して勝ち越し点を叩き出した。22日同23日の本拠地ダイヤモンドバックス戦の3打席目から4打席連続での初球打ちとなった。前日23日同24日は試合がなかったが、21、22日同22、23日には2試合連続安打をマーク。本塁打は17日同18日の本拠地レッズ戦で放った13号を最後に5試合連続で出ておらず、6戦ぶりの14号に期待がかかる。さらにメジャー通算99盗塁で節目の100盗塁にも王手をかけている。試合開始時点で開幕から50試合に出場し、13本塁打、34打点、打率3割4分8厘、13盗塁の成績を残すなど好調を維持している。大谷翔平連続ホームランだが、監督は試合後11安打で6得点した攻撃陣については、攻撃は良かった、中堅手フェアチャイルドが6回のベッツの長打、7回のスミスのホームランをもぎ取った、その他にもいい打席はあったし、もっと得点はできたと思う、攻撃面では良かったと思うと評価した。一方で1点リードの5回2死1塁から先発サワンパクストンを変え、救援陣が四死球連発から満塁弾を浴びたことについては悔しいね。確かに先発のパクストンは最初からいい状態ではなかった。四死球が多く球数が増えていく中でリリースポイントを一晩中探していたと思う。そして2死1塁から投入したヘルナンデスなら次の2人のうち1人は抑え、ダメージを食い止めてくれると思ったが、うまくいかなかった。今夜はフィーリングがなく見つけることができなかった。つまり1点リードの2死1塁ではテコ入れとは考えない。どうすれば試合を乗り切れるかを考えている。残念ながらそれがうまくいかなかったと振り返った。ドジャースは先発パクストンが初回にスリーランを被弾する苦しい立ち上がり、それでも打線は2回にテイラーベッツの敵地打ですぐさま同点に追いつき、1死2、3塁の好機で大谷に繋いだ。大谷は3ゴロに倒れた初回に続いて右腕アシュクラフトの初球を狙ったが、外角シンカーを捉えられずに有ゴロ。
この間に三塁走者がホームを踏み、1点勝ち越した。第3打席は、4-3 の4回、2死2塁で迎えた。この打席は、2球を見送って簡単に追い込まれると、外角シンカーを打ち損じて言うごろ。際どいタイミングで、大谷は駆け抜けて両手を広げてアピールしたが、送球が160キロ超を計測したこともある、遊撃デラクルスの強肩が勝った。チームは5回に継投策が失敗し、3番手サワン・ベシアが満塁弾を被弾するなど、大量6失点。5回に、先発サワン・パクストンが、先頭のフェアチャイルドにソロ本塁打を浴びると、2死後に死球を与えたところで、ロバーツ監督は、継投を決断。しかし、大谷は5球の8回、1死1、2塁の後期でも、初球の速球を打ち、損じて夕日。最後まで快音は聞かれなかった。この試合、大谷は得点圏3度を含む4度走者を置いた場面で打席を迎えたが、2回に夕ごろの間に上げた1打点のみにとどまった。フリーマンが8回に左手に死球を受け、この試合ドジャースが受けた3個目の死球。ロバーツ監督もベンチを飛び出してフリーマンの状態を確認しに走った。フリーマンはその後もプレーを続けたが、打線の中核を担うだけにヒヤリとする場面だった。大谷翔平5打数無安打1打点で、メジャー通算100盗塁は、持ち越しチームは4連続四死球含む11四死球で3連敗。MLB レッズ、旧6ドジャース、日本時間25日、グレートアメリカンボールパーク。メジャー通算100盗塁がかかっていたドジャースの大谷翔平選手ですが、記録は次戦に持ち越しとなりました。大谷選手はこの日、2番 DH でスタメン出場。2回の第2打席では、ワンアウト2、3塁のチャンスで初球、外角のシンカーを打ちます。ショートゴロとなりますが、この間に三塁ランナーが帰り、1点を追加しました。しかし、その後もヒットはなく、この日は5打数無安打1打点という成績でした。大谷翔平、5の 0&6 戦、ノーアーチ両軍合わせ、5死球。土軍今季最長タイの3連敗。レッズ戦に2番指名打者で出場。5打数無安打で、打率340。レッズ、旧6ドジャース、日本時間25日、シンシナティ。ドジャース、大谷翔平投手は24日、日本時間25日、敵地レッズ戦に2番指名打者で出場し、5打数無安打だった。打率340。チームは今季2度目、最長タイの3連敗を喫した。初回無失一塁の第1打席は、相手の攻守にも阻まれ、3ゴロ、同点の2回、1死2、3塁では、夕ゴロで一時勝ち越しとなる打点を挙げた。4回2死2塁の第3打席も夕ゴロ、6回2死の第4打席は、夕日だった。8回、1死1、2塁のチャンスでも、初球を打って、再び夕日に倒れた。連続試合安打は、2でストップ。打率も340、オプスも 1.035 となった。チームは先発のパクストンが、初回にスリーランを浴び、先制点を献上。一度逆転に成功したが、5回に、2番手ラミレスが乱調。押し出し四球で同点に追いつかれると、交代したベシアが、インディアに勝ち越し満塁弾を浴びた。両軍合わせて、5個の四球を与え、球場は騒然となった。3連敗は4月20日、同21日のメッツ戦以来、今季2度目。貯金は13になった。